ここまでね、セカンド戦地の今、すごく振り返ったんですけど、次、ちょっとプレーオフの話をさせていただきます。はい、12月の16日から17日、いよいよプレーオフがあるんですけども、はい、まずルールをおさらいしたいんですけども、はい、まあ、今回は、オフラインでの開催になります。全4チームで争うんですけども、まず3位と4位のチームが対戦します。で、勝った方が2位のチームと対戦する。これを2日間に分けて行います。で、ホーム&アウェイの、交代制、これはあのセカンドセットしたんですけども、先方10ポイント、中堅10ポイント、大将20ポイントのセットをでやるんですけど、どちらかのチームが70ポイント獲得するまで周回するというルールに変わっています。だから長期戦になるわけですね、うん、これまで。そうだね。で、1周ごとにホーム&アウェイは入れ替わるという形。うん、セカンドステージの上位チームが1周目ホームになって、そのチーム勝った方が最後グランドファイナルでハブと対戦するっていうことですね。かなり面白いルールですよね、これ。ちゃんとね、セカンドステージの結果で上位チームが有利になってるし、あの先にホームだから、で下位チームも別にそれを覆すのに全然チャンスがあるレギュレーションになってるし、伊田さん、これいいルールなんじゃないですか。これはね、70とってのが結構ミソで、大体なんだけどホームアウェーホームって終わるんですよ。なんでホームから始まる方はホームが2回来ることが多いかなって、うん、ホーム側はね、しっかりホーム力って出せれば、仮にアウェーで40点取られたとしても70ポイント取れば40、30取れますよね、はい、そう、勝てるじゃないけど、そういう考え方もあるなっていう。前回グッパチクと名古屋か、一応60、60まで行って4戦目行ったらしいですよ。ああ、確かに行ってた行ってた。 ああいうこともあるから、それをされないようにホーム側はちゃんと勝たなきゃダメだよね。そうだね、結局このルールって大将で勝たれたらもう勝てないんですよ、うん、最後まで。その大将最後で20ポイント取られて、で次の週も大将で取られて、それで40ポイントになって、で次の週も大将取られてみたいな感じで、結局そのこっちが取ってても大将で勝ち続けられたら多分勝てない。ああ、ずっと5分以上はいくわけだ。なっちゃう。なるほど。最後延長戦になって、最後の先鋒戦で大将が大将が出るから、はい、出てきて、うん、勝ったら全部勝てるっていう。あ、シュートも多分そんな感じだったかな、多分ね。要するにエースがいかに勝つかっていうので、やっぱりこれまでの SFL も決着がついてるケースが多くて、うん、いかにその相手のエースを潰すかというか勝つかっていうことがすごい大事にはなってくるかなって印象を持ってるんですけど、これは板田さん、フードを絶対エースだと思ってるんですか、あいつら。いや、だ確かにエースのフードが負けなきゃ負けないんですよ優勝なんですよ。フードがエースが負けなきゃじゃん、伊田さんさんがエース行きゃいいんですよ。なになに、来ると思ってる。確かに俺が負けなければね、伊田さんノーマークですから、ね、伊田さんがエースが2人っていう。あ、でも実際まあ観客からするとエース対策見たいよね、エース対策。まあそうだよね。でもやっぱり部が悪いと思ったらかわすっていう、あっちもなる、うん、のもいいと思いますね。ただやっぱこのエースを止めるにはこっちもエースじゃなきゃダメだみたいな、そういう考え方にもなりやすいから、うん、だからこそエース対決も生まれるだろう。確かに魚群か最終巻どっちか上がってくるわけじゃないですか、うん、どうですか2チームの印象とか、こっち上がってきたら嫌だなとか、そういうのあります。いやー、近いんだろうなと思ってて、例えばマリーザ使いとしては魚群が上がってきたら多分マリーザ戦の準備は万端なんですよ。シュートも倒し上がってきてるわけでしょ、うん、ああそういうことそういうことっていう目線もあるし、ただやっぱ最終巻ね、ネモさんはやっぱりちょっと怖いんでね。ネモさんなんだ。同じ空気痛くないんで、オラインなんで、確かにシンプルでちょっとテンション下がっちゃうな。ちょっと怖いですもんね、いつもね、顔が本当怖いですからね、あの人最近ね。怖い、ちょっと。結局 SL で一回も対戦してないっすよ。確かに。出ないっすもんね。そう、出ないことが多かった。確かに。3歳言っといて。観客的にはそれを見たいって人もまあもちろん多いんでしょうけどね。ねえ、まあ一応熊本ホームだから熊本有利だもんね。そうだね、そうだ、うん、熊本が上がってきそうではあるよね。それやっぱりさっきも話したんですけど、エースがすごい重要なゲームじゃないですか。最終巻ってもうそのシュートがエースポジションとして、うん、不動のっていうと思うんですけど、魚群って結構いろんな人が適材適所に出て総合力でかなり勝ってるチームなんですよ。逆に言うとこの人が絶対エースみたいな感じじゃないっていうイメージがあって、そこがちょっと今回のルールどうなるのかなっていうのは自分は思って。シュートがエースだとするじゃん、孫のジュリーもちょっときついじゃん、マチャボの剣もちょっときついじゃん、キャラ的にね。模型のチュンリーはチュンリーの方が多分いけるでしょ。今とこは割と一緒かなぐらいの。シュートかぶせられるから結構難しいだよね、うん、今回、まあ、エースとして。まあまあ確かに、でも剣はいけるらしいですよ。あ、マリーザ、いや剣が有利でしょ。いや、マリーザが有利。え、そうなの。いやいや、シュートだけですけどね。俺はマジで剣有利だと思ってます。あ、俺も剣有利だと思って。俺も剣有利だと思ってます。相手視点だとなんかその有利なあるんですかね。あいつはあの基本的に全キャラに対して有利って言うんですけど、一時期あのキャラ変えようか悩んでました。
そうなの。アップダウンも激しいです。すいません。なんならもうすぐ変えたいって言ってました。トーナメントだとやっぱりね、ちょっと難しいと。SKL とかあったらもう全然大丈夫って言ってるんだけど。楽しみですよね、人対策と。そうだね、聞きたい。でもこれ実際でも確かにこれ魚群上がってくる可能性全然あるぞ。あ、そうなったらでも樋口とかがエースになるのかな。でもキャミーがいるからね。キャミー以外なんですけど、見たんですけど、いけますよ、あれ。いや、まあ分かんないですけど。ネモさんの JP もあるしね。総合力が相当あるから。キャラ構成的にはお互い強いですよね。ただその最終巻の方がキャラ対策がしづらいチーム構成だなってイメージはあります。確かにね、マリーザとガイルっていう、まあ、唯一のね。伊藤さん、どっちが上がってきてほしいとかあります？どっちがいいんだろう、本当に。難しいんだよな。どっちが楽って言っておいてください。どっちが来た方が楽っつって視聴者を見て楽しみたいんで、ネモさんあんま勝ってねえからな最近。JP もそうだし、俺ネモさん俺むしろ結構強いと思うんですよ。いやもちろん、はいはい、いやもちろん勝ってないってやっぱね、なんか人間性に問題あんのかなって。視聴者の皆さんはね、多分知らない方もいると思う。板澤さんとネモさん、あのバチバチ昔からやり合ってるんで、ファーストステージ終わった時にネモさん来てくれたじゃないですか、このディレクトリーに、うんうん、いや、笹野よりは勝ってるからずっと言ってましたもんね。ずっと言ってた。最後、笹野抜いたから、笹野よりは勝ってる、笹野抜いただけ。最低の上司ですよ、本当に。あー、そうね、人間になりそうだよな、ちょっとな。プレーオフどうなる。じゃあ熊本が来たらちょっと楽しみですね。そういう意味では楽しみ。視聴者からするとね、はいはい。逆にその川沿いのになっちゃうかもしれないですけど、もしちょっと勝ち上がった場合に、まあそのグランドファイナルでファブにやった時の、うん、ああそうだ、はい、ファブの子、あ、見たいね、聞きたいね、とかファブはやっぱボンちゃんがね、まあ、エースとして今は言うと思うんで、本当に対戦内容が良くてね。ただね、プレーオフ終わって次のグランドファイナルまで1ヶ月あるから、この1ヶ月で結構ね、やっぱ状況もまたあるんじゃないかな。あ、そっか、もう1チームだけでも、なんなら4キャラだけでいいのか、ちょっと流れがリセットされる感じもありますよね。今の今でこう当たったら、ボンちゃん強かったなみたいな感じで終わるかもしれないけど、ちゃんと準備期間を経て、バチッて当たったらどうなるか分かんないな。逆にやろうって、はい、っぽいですよね。なんか今、ちょっと落ち込んでるけど、1ヶ月後、なんか、そうなの。気になって帰ってきそうな雰囲気があったりとかね。確かに。坂本さんもそうだしね、それで。坂本さんもね、読めないとこがあって、また面白いですよね。話聞くとそうやって言ってますけど、直対結果見ると DFM はファブにアウェイで 30-0 で勝ってるらしいですよ。おー、あー、確かに確かに、そうだね。それは結構自信あるんじゃないですか。ホームでも勝ったんだよな、確か一応、対象のジョンがボンちゃんに負けたんだけど、一応チームは勝ったみたいな、うん、延長戦。結構データとしてはでかいっすよね、勝ってる、ね、アウェイで勝ってるんだから、相手としては相当いってほしくないチームだよ ね。そうかもしれない。だからこそちゃんと抜けたいね。あー、確かにそうだね。伊藤さんオーロラだったっけ、前の前。伊藤さんオーシャン。伊藤さんオーシャンか。また優勝あるこれ。まあ、そうだね。今回優勝したら2回目の優勝になるんですか。厳密に言うとレイジリーグ優勝して。あ、レイジも優勝したのか。ガチクとバチャボーだった。ああ、いいチームですね。その後はおっちゃんとキムにビギナーさんもいて、勝手がいて、でベテランがいるみたいな構成。はい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 。うん。でも一応優勝してみたいな。これ板澤さんすごいね、あのチーム戦の戦績がいいイメージがあって、多分雰囲気がいいんですよ。作戦も立ててくれるし、うん、人柄がチーム戦に向いてるっていうか。あ、そうだね、士気が上がりやすいみたいな。ネガティブなこと言わないからね。そうそうそう、だからそういうこともあって、うん、チーム戦の戦績すごいいいのかなって自分は思ってるんですけど。やっぱあるんだね、 FPS でもね、ナイスライって言った方がいいって言うじゃん。まあまあ、そう、そういうことですよ。すごい焦る話に今行きました、ね、失敗したらさ、お前何打ち負けてんだよって言わないじゃん。ナイスライって言うじゃん。あれが重要ってことなんだね。すごい勝ったけど、そういうことですね。え、それ心がけたりしてるんですか、やっぱそういうことって。板野さんは、ああ、でもいや、もうそれはやっぱ自然とやっ心がけてるっていうか、一番いいっすね、それができるから強いですね、うん、そうだね、まあチームメイトをやきもきさせたりでも、ね、てめえ何負けてんだよ、ここにやろうって言わないんだ。ちなみにボン言うらしいですよ。言ってるね、確かに。ボンちゃんは剣とかだと中大中人大大派生とかあるじゃないですか、サンフレコンボとかあるんですけど、はいはいはい、あんなやったら絶対怒りますよ俺とか言ってたから。リーサルでミスるかもしんない技決めたらっつって、ね、ミスづらいコンボを選択しろっていうね、まずそこは多分ボンちゃんのこうジャスティスがあるんだよね、まあ、そうだろうね。もし当たって勝ってもナイストライなんて言わないらしいですよ。それは俺も一緒だね、そのもっといい選択肢があったり、もっとこうした方がいいよって話は絶対するしないんだけど、次やったらまあ、こういう選択した方がいいなって思えるかどうかってのが大事で、そこでなんかそのね、チームメイトのこうミスをね、つくというか、感情的にね、つけちゃう、プラスにならないからね、こっちも、ね、ポジティブに話してやってるってことね。そうそう、ポジティブに話してっていうことよね、やっぱり。いや、さすがだわ。さすがですね。これがやっぱ秘訣だと思いますよ、本当に。そう。で、あの、かわいそうなんで言ってください。ボンもそんな言い方をしないらしいですから、大丈夫です。ボンの悪口言っちゃうとかわいそうなんで。あの、時々あれさっていう感じの、ちゃんとそって普通に言うらしいです。
そういえば残儀でその孫を撃破した時からの流れか分かんないんだけど、サロメ城となんかいろいろあって、はいはい、なんかあなた聞くところによると名前がいたたじゃなくて、なんか二回転バラワロメって言われてるらしいですなんすかあれ。いやいやいや、あれはねヒューリアスが言い出したっぽいんだけど、ね、あそうなんだ俺の観測範囲ではねヒューリアスが言い出したなっていうね。なるほど、ね、やばいこと言ったなと思って。あれは確かに面白いですね、うん、そもそもワロメの名前の説明してもらっていいですか伊藤さん。いやーなんだろうな、頭つけたりなんか来るのが多分好きなんだろうね。好きだよね伊藤さんね。別に意味とかじゃねえんだよな。あ意味とかじゃない。えでも使うところは自分の中であるわけ。まあまあまあそうよね。なんかおめでとうってちょっとね多分照れくさいんですよ。あただおめでとうっていうのはとか誕生日おめでとうとか、はいはいはい、ちょっと一ひねりしてえなみたいな。からなんかワロメとか言い出したらナロがいじり出して、あの人なんか意味わかんねえこと言うからわかんないんだよねみたいな。ワロメ何ゴジラのあれみたいな、ちょっといじり出したのか、はいはいはい、なんかそれで流行り出したの、ね、そう浸透したみたいなのは一応あったねなんか俺伊藤さんのでちょっと印象的なのが、あの伊藤さんツイッターで、まあ、今 X ですけど、いろんな伊藤さんワードを織り交ぜたツイートするじゃないですか、うん、海外で一緒の時に伊藤さんがツイートしようとしてたから、俺後ろでちょっと見てていいですかって思って後ろで見てたことがあったんですほう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 、めっちゃ恥ずかしそうにしてて人ひねり中がねやっぱり打った時は恥ずかしいんだなっていうの今でも覚えたんです。結構前自分の思考がねバレちゃうからね、入って5年ぐらい前だもん。恥ずかしいな俺今でも全然恥ずかしいなそれ見られて入ってるもん。見てていいですかって見るなよお前。いや見たいじゃないですか、どういう感じでこの文章打ってんだろうっていうどうだったんですかサロメ城とのそのコーチング企画。もともと知ってて、ああそうだっ、ね、て何期やってくれてんだなって言ったら、うん、今回ねそのクズハカップでちょっとねおコーチをすることになって、うん、おコーチをね残儀のこう回しどころとか来る決めた後のこうリアクションとかすごいいいから、なんかやっぱ残儀会っぽい資質を感じてるんだよね。だからおコーチする時もこうなるべくやっぱこうスクリューにつなげられるような、こうやれば勝ちやすいよみたいなのはあるけど、スクリューの決めやすい方法を教えたってみたいな。そう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 、残儀ならではのこうやっぱ打撃で布石を作って最後はスクリューで決めるみたいな、そういうところとか、うん、注意すぎだよね、なかなか難しいところもあるかもしれないけど、うん、サロメ城あれでしょ、クラシックやってるんでしょ。そうそうそう、クラシック、それすごいよね、モダンじゃなくてね、開け込んでちゃんとぐるぐるしてるから、うん、だってモダンってさ三角形ポンとすればスクリュー出るじゃないですか、それをこうぐるって回してるのはすごいわ。しかもねあの子あの面白いね、これ8個目だって面白い、めちゃくちゃ面白い、めちゃめちゃ面白いね。 VTuber さんのことはあんまり詳しくないんだけど、一瞬でもその人の空気に飲まれちゃうよね、本当に唯一無二だなっていう、俺もすごい勉強になったっていうかね。ザンギフのコーチングとかってやったことってあったんですか。その前にまあスパイギアさん、ああそうですよね、スパイギアさんの他にもね何人かねいろいろやったりとかしてるっちゃしてるんだけど、この人ねこうどうしたらいいかなってやっぱ毎回考える感じになるかなと思って、やったら楽しく何人やってくれるかなっていうの、今でもね結構やってくれてるみたいなんでね。そうですよね、それ嬉しいね、うん、やっぱ続けてくれるのが一番嬉しいですよね。そうそう、うん、というわけで今回は SFL の振り返り会でした。伊藤さんも忙しいのに来てくれてありがとう。プレーオフもマジで楽しみです。頑張ってください。12月16日17日、プレーオフの方行われますんで、皆様本当にねうちらも全力で準備しますんで、当日のお見守りもよろしくお願いします。頑張れ、頑張ってください、お願いします。はい、さあそんなところで本日のリジェクト TV はここまで、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、次回また見てね。じゃあねー。はい、じゃあねー。